ンポン。私も女の子なんですよ。はあ、なので。肉肉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 肉。何事だよ。肉食系女子。いや、お前それ意味違う。食べるのやめろや。先生ダメですよ。ついなちゃん、お野菜も食べてね。おー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 い。〇〇女子ってあるじゃないですか。ああ、特徴で分類されてる女性のカテゴリーな。私もなりたい。どうぞご勝手に。でも私くらいのスケールになるとなかなか当てはまる女子がいなくって。なんか知らんがプレイボーイっぽいセリフやな。オリジナル女子を考えたいと思います。はあ、マイティの回転女子。やだよそんなの回転女子。マイティの回転女子。やだよそんなベーマの女子。うむ、香水にこだわる系女子。いやそれトイレの芳香剤だろうが。残りかほのかなラベンダー。うわ、トイレのラベンダー臭い。落ち着くでしょ。落ち着き方がトイレの個室に入った時の安心感を思い出すからやめろ。トイレの安心感、大切ですよね。なんか知らんが説得力がすげえ。たく、調べたるからもうあるものから探せや。キラキラ女子。うわ、スターを取ってきやがった。キラキラ女子。うるせえし眩しいから消えろ。次は森がある。それはただの木だよ。ほらこれだよ。みたいなその面引っ込めろ。山がある。あかりちゃん。はいはい、次はどんな着ぐるみ。山がある。うわイエティです。とんでもねえもん連れてくんな。男の子です。男の子じゃねえか。おっと、山ボーイでしたか。ボーイもクソもイエティだっつってんだろ、返してこい。